「みんなの日本語初級2」2懲戒タスク25」「3A ネットワーク」 第二十六課。一番。会社の人はどうですか。どうしてですか。で<イ>。おはようございます。あ、忙しいんですか。え。ちょっと手伝っていただけませんか。コピーですか。え。会議の資料です。何時に始めるんですか。九時半からです。 じゃあ、時間がありませんね。急ぎましょう。一おはようございます。調子が悪いんですかええ。昨日の晩12時まで残業しました。12時何をしていたんですかアメリカ出張の資料を作っていました。それは大変でしたね。二おはようございます。うー、はあ、おはよう。 眠いんですかええ。昨日の晩お酒を飲みましたから。何時まで飲んでいたんですか朝3時までです。高校の時の友達と。へ、ええ。ずいぶん飲みましたね。3. おはようございます。今日は元気ですね。いいことがあったんですかええ。昨日の晩子供が生まれたんです。それはおめでとうございます。どちらなんですか女の子です。 2番、学生はいろいろなことをします。どうしてですか例さあ、始めましょう。皆さん、昨日の宿題は先生、あの…ターポンさん、どうしたんですか すみません、宿題を忘れました。明日出してもいいですかうちに忘れたんですか実は、昨日できなかったんです。じゃあ、明日は土曜日だから、月曜日に出してくださいね。はい。1, 1先生、すみません。帰ってもいいですかジャンさん、どうしたんですか調子が悪いんですかええ、お腹がとても痛いんです。 そうですか。じゃあ、お大事に。はい。失礼します。二<に>。<music> じゃあ、今日はこれで終わります。皆さん、さようなら。先生、さようなら。あ、ミゲルさん、どうしてそんなに急いでいるんですか 遊びに行くんですかいえ、柔道の練習に行くんですあ、そう、頑張って3あの、先生江戸さん、何ですか月曜日休んでもいいですか月曜日は漢字の試験がありますよどうしたんですか実は明日、国の両親が来るんです一緒に旅行に行きたいんですそうですかじゃあ、仕方がありませんね ありがとうございます。先生もいい週末を。 3番、どんな問題がありますかその問題をどうしますかで、<レイ S 1> 鈴木さん、コンピューターが動かないんですが、ちょっと見ていただけませんか今、ちょっと忙しいんです。すみませんが、この説明書を見て自分でやってください。はい。あの、わからないときは…そのときは、僕に聞いてください。1 すみません、鈴木さん。私、市役所へ行かなければならないんですが、連れて行っていただけませんか今日ですか今日は時間がないんです。うーん、じゃあ、明日はどうですか明日だったらいいですよ。2あの、鈴木さん、自分で漢字を勉強したいんですが、いい本を紹介していただけませんか漢字の本ですか 僕、よく知らないんです。でもよかったら、土曜日の午後、一緒に本屋へ行きましょうか。はい、ありがとうございます。3ちょっとすみません、鈴木さん。これを捨てたいんですが、ゴミの日を教えていただけませんか燃えないゴミですね。すみません、僕は知らないんですよ。掃除の人に聞いてください。今、いないんですよ。 じゃあ、1階の階段の近くにゴミの日のカレンダーがありますから、それを見たらわかりますよ。ありがとうございました。 4番、カリナさんは日本についていろいろなことを知りたいです。どこへ行ったらいいですかどうしたらいいですかで、田中さん、ちょっと教えてください。私、一度も剣道を見たことがないんです。ぜひ見たいんですが、どこ行ったらいいですかえーっと、緑高校に剣道クラブがありますよ。郵便局の近くです。 あの直接行ってもいいんですかそうですね息子の友達が緑高校の剣道クラブにいますから頼んであげましょうかありがとうございます 1, 1田中さん私お寺について知りたいんですが誰に聞いたらいいですかお寺ですかいろいろ本がありますよ図書館で調べたらわかりますよ違うんです お寺の人の生活について知りたいんですじゃあ市役所のお前のお寺の人を紹介しましょうか近くですからこれから行きましょうよろしくお願いします 2, 2田中さん茶道についてレポートを書かなければならないんですがどこ行ったらいいですか茶道ですかこの近くに有名なお茶の先生がいますようちは図書館の前ですあ、そうですか 見学したいんですがそうですねまず電話をかけて申し込まないとあ、そうですね3田中さん、私一度着物を着たいんですが着物ですか駅の近くの店で借りることができますよ一回1万円ぐらいですねえ、1万円あ、カリナさん 町のセンターに着物の着方を練習する教室がありますそこで貸してもらったら安いですよ1000円ぐらいです場所はお寺の前ですよあ、それはいいですね 第二十七課。一番。留学生がビデオ映画を作ります。どの仕事を誰がしますか?。どうしてですか?<イ>。で。みんなでビデオ映画を作りたいと思うんですが。どんな映画ですか?。侍の映画です。面白いですね。 やりましょう映画にはいろいろな仕事がありますまずお話を書かなければなりませんミゲルさんどうですか私はお話を作ることが好きですから書けると思いますそうですね侍と忍者の話はどうですかあ、お姫様もじゃあミゲルさん面白い話をお願いしますターポンさんは何ができますか 僕はビデオが撮れますよカメラのことは心配しないでください次に侍になりたい人はいますかはい僕侍になりたいです剣道ができますからじゃあ江戸さんは侍になってくださいえーとジャンさんは何をしたいですかでも お姫様は無理ですねいえ、僕お姫様になりたいです歌舞伎では男の人が女の人になるんですよいえ、でもジャンさんは声が高いですからできますねそれから忍者になれる人はいませんか私はできませんがあ、私早く走れます高いところに登れます狭いところに入れますじゃあキムさんお願いします あのメイクアップは誰が私を忘れないでください私は絵が描けますみんなの顔に素敵な絵を描いてあげますカ神田さんお願いします 2番、会社の寮でできることは何ですかできないときどうしたらいいですか例1はじめまして、パクです。今日からお世話になります。管理人の前田です。どうぞよろしく。あの、質問があるんですが、部屋でインターネットはできますかええ、できますよ。例2 あのー、僕は夜10時ごろ帰るんですが、洗濯できますか10時ですか。洗濯は夜の9時までなんです。そうですか。ええ、休みの日にお願いします。1, 1時々、友達とパーティーをしたいと思うんですが。部屋でですかそれはできませんね。隣の人がいますから。じゃあ、食堂でやってもいいですか 食堂だったらいいですよ。2あのー、僕、料理が好きなんですが、自分で料理してもいいですか部屋でですか部屋ではガスが使えませんから。そうですか。食堂の隣に小さい台所があります。そこでできますよ。あ、そうですか。ありがとうございます。3実は、 来月、友達が日本へ来るんですが、僕の部屋に泊まってもいいですか部屋にですかそれはちょっと…あ、ダメですかいえ、今使っていない部屋がありますから、そちらに泊まれますよ。あ、そうですか。じゃあよろしくお願いします。